今回の企画は岡が考えた最強のドズル。小学生の視聴者さんにこんなドズルだったら最強だというオリジナルチート能力を考えてもらったぞ。ドズル社メンバーはたくさんの応募の中から9つのチート能力を駆使してエンドラ討伐を目指す。果たしてドズル社メンバーは最強の力に溺れることなくエンドラ討伐できるのか。応募してくれたみんなありがとうございました。僕が考えた最強のドズル。いや全然盛り上がらないな。全然盛り上がらないな。楽しそうだなと思って。いや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 。かなりイエーイのところでしょ今のは。はい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 。ちょっと。どういうことですか、はい、僕は考えた最強どうする。いや今日はいつも、はい、動画を見てくださってる小学生の皆様に、はい、いやこんなどうするだったら最強だなーっていうのを考えていただきまして、実際にこのワールドでは最強のどうするツールだったりチートだったりが、つく世界となっております。なるほどなるほど、はい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 、小学生が考えてくれたんですね。小学生が考えた、例えばあれえ何どうやってやんの、はいはいはい、ビッグフェイスです。ダメージを受けるとどんどん顔がでかくなって最後爆発やば大きくなりすぎたボンジュールに爆破されたって、ね、やば大きくなりすぎたボンジュールに爆破されちゃった、なんでも考えてくれたんだこれは。そう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 、はい、なるほど。ボンさんのおかげで丸石が手に入りました。えでもメン気づいてないかもしれないけど顔でかいよちょっと。確かにほんまや本当だメン。あ見て見て若干で高級お肉、高級お肉あげるわ。じゃあ高級肉何メンにあげよう。あいいっすか。え何何何僕はえチートそれもこれもねチートです。僕が進捗を達成するためにこの高級お肉がゲットできて、最高やん最高やん。おお、これを食べると、こういうのよこういうの。あこういうのね、はいはい。これ食べると体力が上がると思う。はいはい。ちょちょちょお腹すかせてあげようかめ。いや大丈夫です。やめてください。顔が大きくなっちゃう。食べてみまーす。じゃあ小学生にも。おおすげえ。えどうした？どう？衝撃吸収ダメージ軽減無限つきました。強くない？高級肉くれ高級肉高級肉ちょっと叩いてみてください。顔でかくなった顔でかくなる顔はでかくなる。いやでも待ってください。爆破で死ぬ？うん？これ爆破耐えるかもしれない。え？え？ちょっとどうさん。いやだよ僕死ぬでしょ。うん。3回お願いします。オッケー待って。いや自分で一人ダメージ受ける。自分で高いとこから落ちたりできるでしょうよ。ほらほらほら。結局死ぬ。死んじゃ見たことの家の形あるとこが燃えた後でした。そういうことか。どうした？俺も一発で死んだんだけど。なんで？誰か殴ってた？よ？殴ってない。よ？なんで？ちょっと一回殴っていいよ。シンプルにチート。いい。あ、ごめん、ただ顔大きくさせてみよう。ごめん。ごめん、ごめん。なんでゴーレム今ワンパンで死んだんだ？あれ、攻撃力上がってる。上がってる？トモ、上がってると思う、これ。なんで？上がってる人と上がってない人。ドズればドズるほど強くなります、今日は。そうだ。ドズればドズるほど強くなるけど、何の、どう強くなるかはちょっと僕もわかりません。ドズルさんの進捗達成して、うん、僕。お肉もらおう。ドズルさんこれ、それいいよ。どうぞ。ああ、じゃあこれをどうぞ。やったー。じゃあこれをどうぞ。あ、じゃあこれをどうぞ。あ、ありがとうございます。はいはいはい。もうウィンウィンだな。おお。お願いします。あ、オッケー。おお。これをどうぞ。はい。これお肉もらえるいいね。あ、じゃあ一個これ一個これ。Thank you。あっ。あ、種類だ。種類増えた。耐火ついた。あ、本当だ。そういうことか。いろいろ。耐火ついてる、俺。あ、種類。空中浮遊もついてる。え？すげえ、めん。え？なんすか？いや、耐火ついてる。すごい、すごい。めっちゃついてる、めっちゃついてる。どずれ、どずれ、どずればどずるほどいいぞ、これ。どずればどずるほどいいの？めっちゃつけよ、めっちゃつけよ。ありがてえ、ありがてえ。どずればどずるほどいいの？どずれ、どずれ、どずれ、みんなで。本当だ、耐火ついた。面白い。え、ついてない。
ドズリが足りんすよ。何もつかない。僕が確かにドズルで有名なドズさんですら足りてない。まだちょっとジャンプ力高すぎる、ジャンプ力高すぎる、ジャンプ力わざとドズることないから。すごい、すげえぞこれ。ドズルと冬ついた冬、すげえジャンプ、みんないいな、すげえジャンプ、ジャンプするぞこれ、すごいジャンプ。えそれすげえこれ、逆に危険でしょボンさんそれ。わあすごい、移動速度速いのこれ。あでも体感だから別に落下死もないし、そうそうそう、溶岩も無敵じゃん、ついてるし、すごい溶岩じゃもう入れ、あ本当だ、溶岩の中も入れるわ。僕が考えた最強のドズルだから。確かに間違いない。いやはその名に恥じない。スケタン爆破だわ。え次爆破なんですか。一回爆破しときましょうよ。危ない危ない、あー危ない、絶対次だ。あー今めっちゃ爆破した。目の前で打ち上げられた、うん、打ち上げられた。ドズルの顔がでかくなって爆散すると全てのアイテム失うわ。そう、ね、怖すぎでしょ。確かになかったさっき。うわマジか。よしネザーゲートできてる。行くか。早いね。あちょっと待って、僕ちょっとサウナで整いたいから。えサウナで整うわ。でかすぎるし、ちょっと整うんすか。入れそうですよ。はい、おーすごい。あちょっと待って、近くで爆発しないで。あー危ない、あー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 ちょっと顔大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。でちょっと我慢して、あ来た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 。え右上にマグママークがついてから、あ整った整った整った。これ整うわ、マグマに入ればいいんですか。やばい、整うわ状態24秒しかねえ。この状態で牛乳を飲めば、やばい牛乳がない、牛乳がない、牛乳が、牛がいねえ近くに。やっぱ整う条件難しすぎるぞこれ。早っ、窓際の小学生サウナ入る。確かに知ってんのかな整うって。お父さんがサウナサウナって言ってるからね。すり込まれた、すり込まれた、すり込まれた。村の上にいた。ネザー行っていこうよ。ここだ。ネザーね、ブロック持ってかないといけない。あそっち系か。整ったらどうなるんだろう。光ったりするんかな。いやもう最強の状態になるでしょう。来た、ボンさん、あ、来た。さあ、整い状態で牛乳飲みます。はい、はい。やばい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 、普通にやべえ、普通にやべえ、ひどい、えひどい、ちょっと待った、もう、え、これ僕がやっちゃったのまさか。え、そうです、ドズさん、村を整って村破壊した人いる、もしかして。やばいことになっとる。待って、俺もいけそうだ。やめて、やばいやばいやばい、整うな、あやばいやばいやばい、整うな、村で整うのやめるんだ。やばい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 、もうサウナ行けんわ、怖すぎる、怖いよ。恐ろしい、整ったことにより村が燃えてます。村が壊滅状態になってます。やばい。よし、太陽祭は来ますね。太陽祭ナイス。え、ダジャレタイム、何何何、あっつちゃった。オンリー、どういうこと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 、えダジャレダジャレ、どうさ説明を、説明がないとダジャレ。面白かったらチート武器ゲット、滑ったら周りが凍りついてしまうって書いてある。なんだなんだ。え最近マイクラのサブアカを作ろうとしたんですよ。おう、マイクラのサバーか。2個あったら便利かなって。ああ、はいはい。マイクラ、今いくらか知ってます？え？いくら？いくら？何普通に聞くのよ、ちょっと。なんでスルーするの？なんで凍ったの？なんで凍ったの？マイクラ今いくらでしょ？マイクラ今いくらでしょ？ひでえ！凍ったよ！はい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 、こうなるのか、やばい、こうなるのか、地獄、今地獄だ、いろいろ失ったぞ、いろいろ失った、怖い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 、なんでドズさんじゃないのこれ、ちゃんとあれだから、やばい、ダジャレタイム、やくね、やくね、うわ、やめてよ、はいはい、なんで俺なんだよ、よし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 、なんでダジャレタイムって、絶対回ってくるから待ってろ、ボスやばい、オンリーの最近の悩みを皆さん知ってますか。オンリーの最近悩み、カタコンリー、あ、俺のギャグで、え、俺のギャグで、言いました、俺のギャグで 村人が凍って終わった、死んだ。いや、ダメ、下手、あかんやん。え
滑り殺したんすか。滑り殺した。パワーワードすぎる。いやもう怖いよ、ほんとこれ。怖い、恐ろしいよ。恐ろしいよ、ほんとに。もうすぐ声出しゃれ。なんでこの、このペースで来ちゃダメでしょ。すぐ声出しゃれ。なんでダジャレこのペースで来んの。早く来い、早く来い、ダジャレ。ちょっと誰か、肺寄せで滑ってくんない。いやいやいや、とんでもねえこと言うやん。全部殺してよ。やべえやつ。やばいよ。そんなん言った。あ、メン来るぞとか自分。ちょ、あと外れさんか。いや、でも今日の企画さ、今日のチート、チート弱くない？あ、チート武器ゲットした。本当に？成功今。成功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 。ああ落ちちゃった落ちちゃった。成功があるんだ。成功あった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 。どんなチート武器なんですか？赤パンツゲットした。赤パンツ。小学3年生しんじさん。パンツが臭すぎて近づくとノックバックで吹っ飛ぶ。おさのパンツで臭いんや。え、いやだ、やめてよ、そういうの。そういうこと。いや、そうだったのか、やばいね。しんじ君覚えとけよ。しんじ君覚えてあ、ちょっと赤パンツ、赤パンツが臭っ、臭赤パンツ今ね、臭くて飛んだんだけど、そのままマグマに吸い込まれてった。マグマキューブが喋っとれ。パンツごとパンツごと、パンツごと。パンツ消えちゃった。パンツ消えちゃった。ごめん。お肉食べて。ちょっと、はいよ、最後。やばい、ダジャレ、やばい。よし、次は誰だ？いい。わからねえ。こういうのは、気持ちないって言って、なんか、大事、大事。探すのが一番いい。大事、大事、大事。いやー、この、歪んだね。だいぶ歪んだね。え、なんかキラリン出た。キラリン出た。それダジャレそれ。飛び込んでできた。え、ダジャレやろかい。おい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 。滑った人は黙っててください。滑った人は黙ってて。ああ、なんも言え、なんも言え、なんも言え。黙っててください。やばいな。いや、俺はバカすんのそれ。そうそうそう。ビッグボス出てきた。え、ビッグボス？違うのあるんだ。体力 9.5 消費する代わりに体力 9.5?周辺10マスの全てのブロックや敵モブを破壊する小学2年生フロルンさんより。わあ、オラくん顔がでかすぎる。顔でかいでしょ、こんちっちゃ。爆発しちゃうよ。いや、爆発しちゃうよじゃないのよ。おめっしゃ、誰か滑った後あるわ、これ。滑った後ある。いや、ネザーゲートをくぐったら滑ってるよ。最悪だ。ゲート前で俺が滑っちゃった。ちょっと使ってみよう。さ、でかめなんのかな。使う。えい。うわあ、ビッグボス出てきた。ビッグボス。ドラミングしてる。ああ、でも高級お肉と合わせたら強くね。一回切りか。一回切りで。うん。確かに周り全部が四角くくり抜かれました。おお、ただ顔もでかくなった気がします、これ。じゃあ使いどころ、諸刃の剣だ。使いどころによっては。よし、全員分の羽ゲットしました。ナイス。これがあれば何ができるんだ。これで羽と金ブロックと、あと何だったっけ。原木も取りました。あ、原木だ。よし、これ、あ、来た。ヒゲブーメラン。ヒゲブーメラン。ヒゲブーメラン。何だぜ。本当だ、逃げだ。ドズルのヒゲブーメランで攻撃すると、ドロップ率100倍になる。ヒゲブーメランは、金ブロック5個と羽と原木でできてる。小学4年生、ともちっちさんからの。ありがとうございます。ヒゲブーメラン、ありがとうございます。ヒゲブーメラン。ありがとうございます。ああ。おちょっともう爆発してくるわ。かわいい。ヒゲブーメラン、かわいい。あ、戻ってくる、戻ってくる。戻ってくるんだ。お、ちゃんと戻ってくるわ。すげえ。はい、羽あげる。羽と原木あげます。あれ、戻ってこない。これで戻ってこない。フリーズロット。あ、これなんか壁にぶつかると、壁にぶつかるとそのままそこに落ちちゃう。なくさないように気をつけない。崩壊できた。あ、耐久値減るんだ。減る減る。ランダムですよ、多分。
だからもう一回いやー今のところ順番だから順番だね今日は。えどうした、あれオンリーどうした、マグマにヒゲブーメラン切れてた。うわー最悪だ。しかもエンダーマンドロップしたかったんだけど今。嘘でしょ。 えじゃあ僕が試してみよう。遠距離攻撃当たるまでよかったんだけど今ドロップしなかった。ドロップした時に100倍かな。そうかもしれない。あれだブーメラン要塞探さないと。確かに確かに。あ、どうした、おえ、どうどう、はい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 、50%、すげえ、おいよ 50% ゲットしました。ただヒゲブーメラもう耐久値半分以下になった。いやめっちゃ攻撃力が高くない、バレちゃねえ。最強のドズルになろう。来た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 、なんでだよ。なんでだよ、おさん滑らないで。ちょ待って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 、どうこういう時って、骨川スネ夫。何この点々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 やばい、どうしよう、やばい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 、なんで一回もう探さんなんだろう。いやどうしよう、どうしよう、どうしよう。ボンさん、何ボンと僕のこと見てるんすか。このてんてんてん、もう嫌だな。てんてんてん、嫌だな、これ。え、何この急のダメージ。あ、壊れたー。おのくん、新しいヒゲよ。あ、てん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 。今、500の前の700です。オッケー。見たことねえモビルとかどうぞ。おお。人が一生懸命。まさかマグマ渡ってると思わなんだっていう。当たるだろうよ、マグマ。リスポーンしてすぐに滑った人って誰なんすか。それも僕です。要塞発見、要塞発見、要塞発見。さあ、さあ、誰だ、来るだ。うわーやばい、ちょっと待って待って。いやでもドズさん面白かったから。いやちょっと待って、ね、腕はあるよ。やめてくれ。期待してます。やばい、何も思い浮かばない。斧が壊れそうだ、斧。あれ、ゆるゆる、え、ゆるくない、ゆるくない、え、嘘でしょ、これは。逆にドズルさん毎回来る、草パンツ、しかも2つもらいました、謎のダブルパンツ。はい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 、今のでもらえるんだ。逆に多分俺たち信用されてないんだな、ダジャレに関して。ゆるくしないと。この赤パンツの使い道がねえぞ、せっかく作ったのに。そうせっかく作ったのに出すところがねえ。あ、いいね。あ、草。とりあえず草。まあ、小学生の共通認識は、ドザのパンツは臭いってことです。どういうことになる。誰のパンツも臭いでしょ。まあ、そうか。うわぁ、え、44本ロットゲット。やばぁ。ヒゲブーメラ。オッケー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 。帰ろ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 。もうあと帰るだけじゃん。いや、ほんとやばい、途中タイム。やばい、やってくれ。今かい、あー今じゃない、今やばい。でも逆にこれ今俳優さんいるから滑った方がいいかもしれん。保険かけんのやめてください。パンが弾けてパーン。えっ、おーやった、ゆるいな、ま、いや今の結構勢いよってよかった、うん、僕は好きでした。かなり勢い、勢いね、勢いかなり好きでしたけど、ね。ボンさん滑った人は黙っててください。あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。笑いを取ってから、お願いします。よし、現世戻ってきました。はーい、帰れない、はい、うわー大変だった。爆散して帰った方がいいよこれ。俺今んとこ滑ってるだけだわ。いや僕もっすよ。かなり落ち込んでます。いやそんなことないっすよ。スタッフさん、ぜひボンさんにリベンジのチャンスを。やばい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 。ノータイム。ノータイム。嘘だろ。嘘だろ。ちょっと待って待って待って。いや、そんなの
マジでノータイムだった。ノータイム。牛を抱きしめてギュー。よし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 来た来た来た。いやビッグボスだビッグボス。あビッグボス。おお。いいな。ビッグボスやばい。すげえ全部ついてる。ドズったことにより。ドズってんな。あと一つでドズパーフェクト。うわあ。ああボンさん。じゃ間違えて使っちゃった間違えて使っちゃった。ビッグボス。ああ。大地がえぐれた。え、ビッグボス間違って使っちゃった。全部壊れた。こんな感じになるのか。と、ではそのオラ君とかで投げれば。投げた。あ、投げた。こっちですか。あっちか。あ、はーい。大量にある。ボンさん。何？この移動中ダジャレは本当ダメですって。いやもう次はオンリーじゃない？来た誰来る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 。もう振ったからには責任を取るってやつだ。もうやだ。もうどうしたらいい。ダジャレを言えばいいんだよ。ダジャレを言えばいいんだよ。確かに。待って言わなきゃ死ぬぞ言わなきゃ死ぬぞ。いや何でも言って。何でもダジャレを言うんだ。明太子パスタ好き。点の数増えたんやけど点が数多いぞ。点の数が多いな、なんかさっきより。もう僕何も言いません。誰かビッグボス出してほしいな、面白いこと言って。もうやめましょう、ボンさん。ダメです。いや、それ言うと多分ボンさん来ますよ。そう、ボンさん来ますよ。いや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 、もういい、俺はいい。だってビッグボスといえばドズさんだからね。全部僕じゃん。全部僕なんだ。そっか、最強のドズルだから。確かに。ドズルさん今 100% ですからね、ダジャレのあれ。ダジャレのオーダーさん、確かに。かなりさっきのやばかったけどな。いや、くんな、マジで。来た誰だ。なんでだよ。いや、乗り気ねえんすから。なんで、飛べない豚はただの豚。飛んでる豚は、飛んでる豚。自分に笑ってて、笑っても取れ。あー、これもうビッグボス取れなかった。高評価押してくんねえよ、もう誰も。誰も来い。あ、でも移動中はだいたいカットされること多いから。ここは使われるでしょ。カット、さすがにここ今のは使われる気がするな。なんでカット前提で動いてんだ。カットしてほしい。牛で終わってほしい。もう牛面白かったけどな。確かに。そうそう、2投目いきますか。はい、いきまーす。はーい。でも、あれ？あれ？あ、だいぶずれた。あら。投げます。あ、この下行った。下。ここだ。どうしたところ？ポイントか。すみません、座標何もぐらいした。-61の-1473。あ、どうしたとこ、オッケー。ぺー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 、来い。めっちゃ掘るの、そう。なんでボンさんからリクエストしました。そんなにボンさんリクエストしたいんですか。大原弁なんで指名してる。なんで指名し始めた。そういうこと言うとまたボンさん自分に返ってきますよ。もう俺は開き直ったよ。もう俺はいい。何でも来い。もういくらでも言ってやる。100連発でも何でも言ってやる。やめた方がいいってもうさ。知らないっすよ。なんで急に無敵な人になる。無敵の傍中。もういい。もう滑ってもいい。これ今ダジャレ来てないの、カットする気満々だろ。うん、そんなことはね、考えない。いやいや、そんなことか。カットする気満々だろ、このシーン。いや使われるよ。最後滑って終わりはやだ。じゃあボンさんにお願いします。うわぁ、よいしょ。どうだ。あー、ナイスー。だからね、スケルトンヘル降りてきたら気をつけて。めっちゃ洞窟。ベッド来た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 来
なんでだよ。そうやって滑ったまま終わりたくねえって言ってたから。そういうことか。やばい、ボンさん、普通にこのツルハシスベスベしてる。点増えてる、またまた点が増えた。俺点増えるな。うん、じゃあ今のはツルツルしてるって言おうとしたけど、はい、それじゃあダメだろうなと思ってスベスベにしてるって言ったらもう意味が分かんなくなったやつです。いや通じましたよ一応、うん、あった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 。あ、でもオンリーいるよ。あ、いたいた、こっちだ。こっちこっちこっち。ここでーす。こっちでーす。あ、オンリーの方です。メインの方です。ベッド置きまーす。あ、センキュー。やばい、みんな顔でけ。やば。よし、じゃあ皆さん行きますか。はーい。はーい。レッツゴー。うわ、あれそのままいけるか。こういうジャンプでいけそうだな。いけそう。でもこれ一回死んだらそっか。これでもクリスタル壊るときに顔で。あ、絶対でかくなる。そうだ。絶対でかくなる。あ、そういうこと、絶対でかくなる。ブーメランで、ヒゲブーメランで。ヒゲブーメラン持ってる人いいかもっすね。俺、目合ってね、俺。ちょっと待って。やばい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 。ボンさん、目合ってる。やばい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 。爆破する。やばい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 。爆破しちゃう。ボンさん、ちょっと、会いすぎ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 食堂。え？なんかダジャレっぽい感じで。ダジャレっぽい感じで。来てる、エンドラ来てる。え、ボンさんもうバカする？エンドラの前に。あ、てか待ってごめん、俺矢あるけどクロスボウ置いてきた。ねえ。俺バカするのか。エンドラ。あーあー、くらったくらった。ああ、くらったくらった。あ、でもめっちゃくらった、めっちゃくらった。くらったかどうかわかる？あ、ギリくらった。ゴーまでくらったね。エフェクトで何も見えねえ。結構くらった。みんなで。あ、やばい、まだ来んのか。え、なんでなんで。今。オンリー。うわー。行けオンリー。あ、ほら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 。ん？ご覧ください。A5 ランクの肉です。おー、ビッグボス来た！ビッグボス来た！やった！ビッグボスやろ、ビッグボスやろ、ビッグボスやろ。ナイスナイスナイス。ナイスナイス。来たか、エンダー、エンドラ。ビッグボス！お、ちょっと待って、これ。ビッグボス頼んだぞ！やばい、これ、ジャンプしたら死ぬ。いやー！いけ、ビッグボス！あー、ビッグボス！ビッグボスで！いけ、ビッグボス！決めてくれ！いけビッグボス、破壊しろ。来た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 、ビッグボス行った。今からビッグボス行ってる、ビッグボス行ってる、行ってる行ってる行ってる。あれ食らってない、頑張れ。ビッグボス外せず。あー食らえ、赤パン。めちゃくちゃ下がってる。食らえ、よしよしよし。僕がビッグフェイス爆弾。おらうわ、めっちゃいった、めっちゃいった、めっちゃいった。俺は本当に大事だ、どうする、くさっ。そんな細かく出る。めっちゃおもろいな。なんやそりゃ。でもこれ、アップで顔デカ作戦でいけるかもしれん。顔デカ、顔デカで。いけるんだけど、エンドラが。みんなで、みんなで顔デカ作戦でいける。よし、ボンさん、4回ずつ叩きましょう。多分、行くときに、危ないから3回ずつにして。3回、2、3回ください。2、3。あれ、なんか動作動画でかくね。え、元じゃない、元がじゃない。いや、元がじゃないし、一緒だよ、一緒だよ。2、3、3。来た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 、顔でか作戦、顔でか作戦、顔でか作戦。せーので行かないといかないです、せーので。行けよ、坊さん。1人ずつ。オッケーオッケー。あ、1回ダメだ。あ、エンダーパール1個分かる。いきます、せーの。オッケー。ほら、どうだ、続け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 続きたい続きたい。一発一発もらったよ。みんな顔でかくしょ、みんな顔でかくしょ。いけるかな、みんな顔でかくしょ。オッケーオッケー。エンドラに当てる。え、そんな高度な技を。エンパチョビリ。あともう一個、今3段階だよ多分。ダメだ、抜けた。これ3段階。さよなら、さよなら。あ、ビッグフェイス軍を舐めるなよ。ビッグフェイス軍。チームビッグフェイス。ビッグフェイス、ビッグフェイス。ビッグフェイス。次降りてきたとき、お前の最後。いけ、今だ。いけ、オッケー。ああ、他の人死んじゃった。ああ。す。爆破が。すごい爆破力だな。でも。クリスタルを壊さないといけないか。おとなしく。壊しますか。
と悠々とエンドラゴン実験ある。いや僕のここが最後かも。パスタ、あ、なんもないから一旦あ、okay. 体で当たりに行くわ。続くで、いけ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 、よし、ナイス、めっちゃいいダメージ、いいダメージ、いけ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 、いや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 、クリティカルとかあるんだな、多分頭だ、頭が多分クリティカル、頭、ああどっか消えちゃった。ダジャレ来ねえな。いやいや、なんでダジャレを求めてるんですか。ダジャレ来ねえな。ワンチャンエンドラ滑り殺せる。いや食らうの、滑り殺せるの。やだ、くだらないダジャレで締める。いけ、おりゃー、おりゃー、うわー、めちゃくちゃ減った、めっちゃ減った、半分ぐらいいった。ナイスー、ナイスー、やった、うわはい、ということで、本日の、企画は僕が考えた最強のドズルということで、小学生の皆さんに考えていただいた、チート武器だったりチート条件のもとに無事エンドルトを成功でございます。イエーイ、いやー、かなりダジャレとかね、はい、他にもヒゲブーメランとか、かなりユニークな、チート武器、いろいろ皆さん考えてくれてありがとうございます。またね、ちょっと皆さんに考えていただいたチート武器なんかのシリーズをお送りしていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画ではいたしましょう。バイバーイ、バイバーイ、じゃあねー。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。